はい、皆さんお座りください。はい、お座りください。どうぞお座りください。さあ、今回はですね、今年で夏9月の9日で11周年を迎えましたね。もうスマップは、結成されてもう15年になろうとしております。見てよ、ブルブルってきた今。15年になります。スマップの曲はですね、シングルがもう30枚以上、アルバムももう20枚弱出ております。カップリングの曲とか全部含めますともう300曲以上と言われております。その中でメンバーに伺いたいのですが、よろしいでしょうか。はい、スマップソング300曲以上ある曲の中で、はい、一番好きな音を今この時点でお選びください。よろしいですね。1曲だけですか。1曲だけですよ。どんな思いです。300分の1。300分の1です。よろしいですか。難しいですね。難しいですよ。1曲、その1曲をアカペラで歌っていただきます。アカペラですか。はい、ですからここはさ、ライブ会場なんださ。は？だライブ会場なんだから俺思ったのね、 MC なんかいらねえなって。MC なんかさ、 MC をスマップ色の歌で埋めちゃおうぜ。いや、あのさ、すごく言ってることはすごくかっこいいんだけど、もうちょっとさ、こう普通に言おうよ。こうやってもうどん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 おじいちゃん化してるよ、こうやって。どんどん縮んでる。な、自分で言ってて今ほんと寒いなと思ってさあ、よろしいですか。1曲だけですよ、何でもいいですよ。さあ、行きます。じゃあ、ゴロちゃんから参りますよ。僕からですか。はい、歌ですよね。ビデオ撮りですからね。振りはしなくていいですよね。はい、振りは大丈夫です。わかりました。はい、行きましていただきます。さあ、それでは何でしょう。稲垣吾郎が選ぶスマップソングベスト1は、君は今すぐ飛び立てるのさ、一旦だ愛を迎えに来たんだ、そうさ、過去も未来も関係ないさ、チャチャチャ。君は今すぐ飛び立てるのさ。好きです、この歌。フライ。はい、フライ。フライ好きだね、ゴロ。ゴロちゃん好きだね。フライ好きですね。あのプロモーションビデオが好きですね。ああ、あの最後みんな一人一人こうやってバードマンになってビルから飛び降りるんですけど、ゴロちゃんが捕まるんだよね。そうですね。あ、ごめん、あ、ちょっとちょっと今ちょっと匂ったよ。それは言っちゃダメだって。今ちょっと匂ったよ。で、ちょっとだけ匂ったよ今。で、その僕が捕まっ、あ、いや、ダメだって言っちゃ、それは。僕が椅子に縛られて殴られて、ダメだってそれも言っちゃ。それはいいじゃないだろう。え、それはビデオの内容だからいいだろ。それはいいんだ。はい、あ、中井くんのあのサングラスに帽子のあのちびっこギャングみたいな、あれいいですね。あの金属バットでボンって。あれ好きですよ。なるほど。はい、さあ、続いてまいりましょう。ジョシ君いいですか。はい、ジョシ、さっきの夜空の向こうはどうでした。夜空ですか。あ、自分的にはうまくいったと思います。はい、すごい、なんか業務報告みたいな喋り方だね。イエーイって何ですか、このお客さんは。何、良かったってことですか。そうですよ。うん、ね、たくさんの拍手もらいましたけども。はいはい、女子ね、いや、もう持ちつ持たれつで。さあ、それで参りましょう。女子歌うの当たり前じゃん、そういう企画でしょ。だってなんか。さあ、それで参りましょう。草薙剛が選ぶスマップベストソングナンバーワンはこちら。 Let it be alright、 不器用で下手でも愛しい人生さ、 Let it be alright、 真似じゃない真実に。ちょっと待ってください。ちょっと、おい、どうしたどうしたどうした、その先どうした。もう一回、真実、真実にから真実に、理想通りに慣れやしない運命。 Let it be 好きよ。
あのね、自分のとこが好きなのよ。どうですか。いざという時に力を出せないでさ。そう。その時は。本物。その時は。インパクトがコンパクトにまとまってるんだっていうところね。まさに草なぎ剛の歌だね。いざという時に力を出せない。インパクトがコンパクトになっちゃった。そう考えたらすごいなんか分かってるような詩だね。気持ちが入るよね。そうそうそう。香取慎吾を選ぶ SMAP ソングベスト1はこちら。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ、少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のことを好きなのさ。それどっち、キス、それとも恋の口？鼻の穴も広がってるね。お家へ帰ろう。そっちはいらない、そっちはいい、そっちはいい。それすまじ山崎の選手で。フルセットですけどね。セロリ好きなんだ。セロリ好きだね。好きだね。ほんと好きなんだね。好きだよ。え？何？ほんとに好きなんだなと思って。何、しつけとか言わないで。いや、この、あの全国回って、この企画みたいなの、2回目の MC で、じゃあこれたまにやってたりしたんですよ。全部セロリじゃないですか。だってさ、ほんと好きなんだね。だって一番好きな曲って言うから、嘘つきづらいじゃんよ。俺だって他の歌歌いたいよ。結構強いもんとか他のとかにしてんだよ。昨日なんだったっけ。昨日はだって頑張りましょう歌ったじゃんよ。で、歌ったはいいけど、Hey Hey Hey Girl のガールがちょっとなんか微妙な感じで、みんながもうなんか乗っていいんだか悪いんだか分かんなくなっちゃって。はい、剛頑張りましょう、せーの、 Hey 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 Girl。 すげー。さあ、続いてまいりましょう。さあ、いきますよ。木村拓哉が選ぶスナップソングベスト1はこちら。世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。本気出しすぎ。次歌うやつの気持ち分かってくれよ。え、ちょっと待って、次歌う人って歌いづらいです。歌いづりよ、そんな本気で言ったら。それがね、中居君、これでまだ本気じゃないんですね。まだ本気じゃないんですよ。あれ好き、あれ好き、かなり好き。あれマッキーだよね、マッキー。うん、っていうか本当あれはあの、いや、確かにうちらが歌ってるかもしれないけど、あれはやっぱり歌う人の歌だよ。歌う人の歌。そう、あの歌を歌ったらもうその人の歌なの。どういうことですか。え、意味が分かんないです、そういうの。いや、だからカラオケボックスで歌おうが、うん、あの自転車に乗りながら歌おうが、自分家で一人で歌おうが、車の中で歌おうが、うんうんうん、その歌を歌ったらもうその人の歌だよね。じゃあ、スマップの歌ではないんだ。だから、スマップの歌なんですよ。一重、一重。一重になってる、木村、一重。一重。顎出てる、顎。顎出てる。すごいですね。なるほどね。あるかもしれないですね。いい歌ですよ。みんな好きですもんね、あの歌ね。好き好き。ね、お客様の方。じゃあ、この後歌うみたいですけどもね。歌うことになるんでしょうけど。さあ、お楽しみの時間だ。来た。あの、ちょっとあの、スマップの皆さんにですね、協力をしていただきたいんですよ。は？協力？はい。協力？あの、先に歌うんじゃなくて、やりたいところがありまして。なんすか？あの、まず一つっちゃおかしいですけど。ちょっと待って、ミニコントはいらないよ。好きな歌を発表するんだからさ。まず、セロリ、ね。セロリで歌ってってください。で、そこで、木村の、あの、ちょっとあの高くいくところやりたいんですよ。頑張ってみるよ、頑
張ってみるよ。うわやばいやばいやばいちょっとやれるだけうーがあのどこだっけうー頑張ってみるよ。中井雅宏現在歌に迷ってます。少しだけなんだかんだ言ってもみたいなところやりたいんですよ。やばいな。だあの普通のメロディー歌ってもらえますか。皆さん妊婦の方は今のうちに外に出てください。あとですね、メガネをかけてらっしゃる方は一回そのメガネを外してください。多分割れるかもしれません。パーンとお願いします。そこだって俺なんだかんだ上やってみたいんですよ。なんだかんだ言ってなんだよ。あの上行きますんで僕だから普通のベース歌ってください。じゃあメンバーでやろう。メンバーで、うん、2、3、4。うー頑張ってみるよ、hey! やれるだけ頑張ってみてよ、Woo! 少しだけなんだかんだ言っても、Woo! つまりはちょっとおかしいおかしい何ですよちょっとおかしい何やってんの。あ俺歌ってるやんあ今プーとか、ね、ちょっと本当にマジで今プーとかプーとかプルっていうのがすっげえ気持ちくてあこういう相槌いいねやっぱり。そんなんやってないよ木村くんは。ちょっとおごめんごめんちょっとおかしいって。じゃあもっと手前ぐらいからなんだかんだ言ってから入ったわよ。はいはいなんだよ。いくよ。頑張ってみるよやれるだけ頑張ってみるよ少しだけなんだかんだ言っても やばい。ちょっとこうあの本当に本当に痛いコーナーになってきた。本当に痛いやべえどうしよう。すいません本当に恥ずかしいですよ。いやもう一回もう一回ラスト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 もう一曲あるんですよ。ないもう一曲何あのどんないいことってあるじゃないですか。でみんながさこうやってゆっくりガチャン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 ってあるじゃないですか。5人で鍵閉めてんじゃないんだからそうだよ。手でこうガチャンガチャンどんないいちゃん何ちゃんの時に木村があの裏声出すじゃないですか。あれやりたいんですよ一回こういう声ってやつやりたいんですよ一回。あれちょっとあの5人ここに来てなんで今日に限って俺にこだわるの。じゃあ一回やってみたいんですよあの CD に載ってない感じをアドリブっぽい感じでなんかあライブやってんなと思うんですよ。だからここで5人で固まってて木村がここなんですよいつも真ん中のセンターの後ろでかっこよくねやってんですよ。ちょっとこれちょっと来てくれませんかやべほんといてなんでここでやりたいの。いくよ、いくよ、じゃあ違う違う違う、ここに固まってちゃんとあのちょっとちゃんと5人でリスペクトしお前のためのコーナーじゃんよ、そうしたらこれスマップの中で一番好きな曲を1曲歌うっていうコーナーじゃねえじゃん。スマップに憧れてんです。俺、木村役、俺木村役、木村は中井役うわっはい、中井、中井、中井ここ俺、かっこいい目でやってるから、ここは邪魔しないようにガチャッガチャッさてさてでガチャンガチャンっつってじゃ君だけにただけじゃじゃどんないいことじゃ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 どんないいことじゃじゃもっと違うんだよ。こうやってみんな二人木村と中井役座るでしょ。お前じゃあ強し役でいい僕強しだもん強しかすん、転倒しすぎ、振り返りすぎやりすぎ、やりすぎ、やりすぎ、動きすぎじゃあ俺森くん役ね。な、森ねえよその次行くから立ち止まってみたりって言うてそうそう、オッケー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 、ほんまこれビデオ撮りだよ、ビデオ撮り俺の思い出にすんだからこれあのねビデオになってもねあの DVD の一番この最後の付録みたいなのに入ってるからダメだよ本編のところに入ってないんだけど付録の最後の方に入ってるから特典映像 CG で俺の顔木村にしといて
それだったら木村くんがやればいいんじゃないの。そうか、いやいや違う違う違う、こうだよ。よしよ、ゴール、よし。どんないい顔して、どんないい服着てだろ。どんないい服着て、ちょっと待って待って待って、どんないい顔して、ちん、はい、頭からちゃんとやってたって、もうなんかふざけないでよ。俺ちゃんとやりてんだよ。すげえ、なんなのねえ、あのさ、っていうかさ、俺らの前にいるこの人たち見えてる？うん、何の思い出作り？俺ら5人だけでやってんじゃないんだよ。そうだよ、すっげえ人いるんだよ、ここ。だからどんないいこと聞いてもらうんだよ、ボーナストラックだよ、これ。